新日本とスターダムの合同興行メインで行われた岩谷真由と海里の一騎打ち。 IWGP 女子初代王者を決める戦い。もう気持ちカットラス、コーナーで逃げ場のないカットラス、気持ちいい。2回目のに名を刻む初代 IWGP 女子王座に輝いたのは、世界を旅する海賊王女カイリー。このベルトとともにいろんな冒険がしたくて、今からうずうずワクワクしてます。中野タムの常念地獄に溺れさせてあげるよ。挑戦者に名乗りを上げたのは、輝くスターダムドリーム、中野タム。ずっと会いたい、戦いたい、その帰りを乗り越えたい。あんたに分かるか。執念深いというか、すごい気持ちの強いレスラーだなと思って見てました。それまで積み上げてきた帰りへの思いは、彼女が IWGP のベルトを取った瞬間、憎しみに変わったのを感じた。感情で戦うプロレスラーと言われたカイリを、情念で戦うプロレスラー中野タムが倒して、私が世界のスターになる。カイリは初防衛戦を前にカットラスに磨きをかける。私とあなた、これまで乗り越えてきた修羅場が違う。最後に立っているのはこの私、カイリ。カイリ、カイリ。東京ドームの大海原、タムの情念が渦巻くか、それとも海賊王女が大航海時代を切り開くか。いざ決戦の時。 IWGP 女子選手権試合、挑戦者中野タム VS 王者カイリー。